いや、だから普通タクシー使えばいいんだよ。どれだけだな、高いの、タクシー乗るだけで700円でしょ。乗るで600円、うん、乗るだけでもう3、40件使っちゃうよ。こんにちは、アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。冷やし中華はママの大好きなもの。知ってる人も多いと思うけど、冷やし中華は中国料理の中には存在しない、いわゆる日本で生まれた中華料理。我々は8月に日本に行ったんだけど、その時にもママは何かと冷やし中華ばかり食べてた。日本滞在時の動画を見て、麺ばかり食べてるねと思った方も多いんじゃないかな。コロナもあって僕は4年ぶりだったし、奥さんは8年ぶりの日本。せっかく日本に来たのに、カップラーメンや安そうなものばかり食べていた僕ら。皆さんからも、もっといいもの食べなよというお声もいただいた。でも長いこと日本から離れている僕らと、常に日本で生活されている方とでは感覚も違う。だって僕が日本に帰国して一番食べたいと思っていたものは卵かけご飯ですよ。タレはネットで調べた中で一番シンプルな配合のものを作ってみることに。混ぜて一煮立ちさせたら OK。どうなんですか、ちょっとだけ舐めてみて、日本の時の味と甘さ。わあ、絶対甘さ日本ほど甘くないんでちょうどいいよ、うん、あまり甘くて甘いのダメ。うん、逆にもっと酢欲しい。うん、そうだね、うん、いや酢が加熱したから酸度落ちてる、こういう。
もやしとソーセージを同時に加熱。日本のもやしも、うん、あの緑豆の方、それとも大豆、感じは両方あると思うけど、こっちやね。やっぱり長きすぎる。で、ひょっとひぃこのフライパン、日本で買ってきたものなんだ。ちょっとした隙を見て洗い物をやる。大丈夫？あれ、ほんとだ。ほい、ね、すごいでしょ。いいね。足りないかな、まあ、あと余熱でやる感じか、まあ、ひっくり返さなくていいんじゃない？もうで、うん、でもひっくり返せるよ、この釜型。どうやって？あぁ、釜がいいんだよ。今度はこれキュッとできるのに、キュッ。いや、あの深すぎ、あのチャーハンこれでやったんだけど、あ、私もやったよ、できたよ。深すぎて、うん、できたよ。振りにくいんだよ、鍋が。いや、なんかやりやすい。嘘、うん、トマト完全ボイルしました。いいよ、いいよ。皮だけ剥くつもりだったのに忘れたままになってた。その方が安心でしょ。まあ、トマト、トマトペーストみたいな、ピューレみたいになっちゃうね。なっちゃうな。なっちゃうな。少ない？もやしのきゅうりの。あと卵とハムがあるからいいのか。いや、息子は高校に通い出していて、夕飯も学校で食べてくるから、今日は我々二人だけ。こうなっちゃう。少し。ああ、いいね。潰して、うん、じゃなくて、うん、そっと入れるね、うん、実は今日パスタを使って作ろうと思ってるんだ。重曹、うん、大さじ1杯ってなってる。このぐらい。うん、いい先生ね。もう少し入れてもいいぐらい。視聴者たちの中、本当にいい先生だね、あるね。うん。いっぱいいますね。皆さんの知恵がすごい、いい勉強になりましたよ。ちょっと。重曹を入れてパスタを茹でると、中華麺風になるとコメントで教えてもらったんだ。本当でね。やると置くと麺が全部カットする。これね、こうやる。
日本は絶対危ないことね、うん、考えるからね。そういうこと考えるけど、何でも やりやすいよね、うん、日本のものづくりは何でも熟考するもんね。中国で製造してるんでしょ。どれ？これ？うん、あ、そうなの。中国で製造してる。ちょっと止まって。うん。これ洋服逆じゃないですか。逆？逆きた？ボタンとか逆になってない、なかった？ないよ。なんで？なんかこの文字が逆になってる。そういうもんだよ。あ、そうなの？知らないけど。そんなこと気使わない。いや、これ逆じゃないですか。え？あれ？逆じゃないですね。你讲的是这个，里边红的，不是吧？嗯。4つぐらい食べる。食べない。うん、結構食べるんだよ。美味しければ。うん、私結構食べる。餃子の満身のあの時の量、あなたが食べたらこれ結構なる。足りないね。足りない。どうする？みんなと入れる？難しい。そこまで美味しくならないかもよ。いやいや、大丈夫。あ、どう？どのくらいは？いいんじゃない？わかんない。もう少し入れてもいいよ。あれば食べる。ママが三桶みたいなこと言いたい。大食い？三桶。三桶って。ご飯のバケツ。三桶。ああ。で言いたいでしょ。ええ。对不对？对不对？そう、お姉さんでしょ。あ、お姉さんに言うよ。話は日本滞在中のタクシーのことに。ああ、もう70元だ。早く使わなければ。もういいでしょ、ここで降りて歩けばいいでしょと思う。そう、まあ結構早く金額が変わるもんね。変わるね。パッパってね。パッパッと変わるね。そんな走ってないのにね。なんで？分からん。その面でみんなだって言わないの？疑問とか言わないの？分かんないけど、一時期すごい安いタクシーもあったんだよ。390円とか。390円も安くない。まあね。それ、本当我ら乗るときだ、パッパッパって上がるんじゃない、数字が。うん、いや、本当疑問したかったの、ただに。運転手さんに聞きたかったの。何メートルで。で、で、で、変わるの。変わるんですか。うん、聞きたかったよ。そんな早くて大丈夫ですかって。それで撮るの。あ、結構ね、あるね。うん、それ大丈夫だけど、色がすごいね。うん、なんでこんな色になるの。黄色になっちゃうね。いや、もうそうだでしょ。あ、あれ、爪取った。うん、取った、しっかり。あとはちゃんと水切りしないと。結構あるね。うん、大丈夫、食える。
あ、それこの、うん、はじゃあこのチェックあるね。増えちゃうよ、多分。うん、うん、これ一番下手だよ、私。センスがない。それも縦に。センスないと言われてる。いや、いいでしょ。いいよ。これは。うん。で、トマト一番上か。うん。いい。葉っぱもあるんでしょ。葉っぱもあるよ。トマト。これ。なんか今。いいでしょ。うん。あ、でも、あ、ちょっと、あとか。うん。おお、あれ、じゃあこれ。はあ。それでさ。ああ、すでにその味してきた。あ、そう。うん。大連も朝夕はだいぶ涼しくなってきたし、冷やし中華を食べる季節ではなくなってきた。麺もパスタだし、日本の猛暑の中で食べた冷やし中華にはかなわないだろうけど、僕らにとってはリベンジを誓っての中国での冷やし中華作り。ちょっと麺がツルツル感がちょっとあってちょっと違うけどね、うんうん、でも味は美味しいね。うん、麺が日本ほどじゃないけど、うん、でも比較的に美味しいね。うん、うん、前の普通やるよりは自分たちで作った麺よりは全然はるかに硬い。うん、硬いとかコシあるね、うん、なんか茹でたばっかりだけどすごい麺が太くなった感じしたけど、うん、戻っちゃったね。うん、日本に帰ったような感じですね。日本に帰、日本にいて食べる感じ。戻れちゃうよ。はい。大満足。うん。パスタでなんか邪道と言われようが、そんなんでいいの？なんて言われようが、大満足と言って僕の隣で君が微笑んだ。これ以上の幸せはないだろう。